よし、このドラキュラ倒せるかな。倒せないとめんどくさい。でも特効薬いっぱい持っているから多分大丈夫。そうだな、このやつら満タンの鍛えるでよかったかな。あの影かなり弱い。はい、装備もアップグレードしたから多分大丈夫ね。よし、今回倒せるこのドラキュラやろ。随分来たね。ここを入れ替える。またちょっと、またその鳥猫貴様、さてどの村最低にいたのをすべ。この口二度と今度吸血鬼我が剣テンガレンレラ作るヒクス、それがこれがウィングリッド剣城。はい、死んでもらおう。この野郎、じゃあいつも通りかな。防御みんな防御かな。はい、あのやつだけ。どんなにダメージかな。ああ、大体同じかな。みんな攻撃。もう一発いけるね、みんな。なんで外す、このトラ。よし、影とヒックス死んでいる。トラも死んでいるかな。トラいつも外すから、まあ、自分で回復かな。これも時々外す。ヒックスは攻撃かな。クレオもう一発耐えるかな。ヒックス上げる。タイに攻撃。影自分で回復。ね、耐えたね。じゃあ攻撃、クレオ自分。これのやつら攻撃かな。よし、クリティカル、連続クリティカル。外すな、よし。影死んでいる。じゃあトラ攻撃、ピックル攻撃、ヒックスかな、ヒックス弱い。じゃあヒックス。いや、あの夫婦外す、ヒックスあまり外せないから。じゃあ夫婦リボン、ピックル攻撃、ヒックス攻撃、クレール、ヒックス回復。あ、しょうがないね。タイニー、ピックル、影、自分。これはいいか。そうだな、ピックルも外す。でも、タイニー外せない。ヒックスとタイニー外せない。そうか。これ大丈夫かな。クレオも大丈夫かな。影も一発耐えるかな。クレオの攻撃かなり強いね。一番外すやつ、このトーラ。トーラ、自分で回復。ピックル耐えないね。ピックル自分で回復かな。ヒックスも自分で。クレアも、まあしょうがない。みんな自分で。タイに耐える。タイにだけ攻撃。みんな自分で回復。
これは X 攻撃回復しよう。残りのやつら攻撃かな。耐えに耐えるね。とりあえず。クレオかなり強い。クレオの攻撃かなり強いね。ヒックスまたダメか。いや、ヒックス大丈夫。これはタイニーかな。タイニー攻撃。いや、タイニー回復。これのやつ攻撃しよう。一番強いやつらタイニーとクレオかな。そしてヒックス。クリティカル。今回勝っただと思う。ヒックス死んだか。いや、ギリギリ大丈夫。じゃあ、トラ、ヒックス回復。これのやつら攻撃。さっさと死ね、ドラキュラ。影は死んでいる。影回復。自分で回復かな。夫婦回復。これのやつ耐えるかな。影かなり弱いね。自分で、やり直す。じゃあ、夫婦自分。ピクルも自分。ヒックス攻撃かな。いや、クレオ回復。いや、クレオ耐えるかな。いや、まあ。いや、耐えるね。まあ、ヒックス攻撃。クレオ攻撃、タイ攻撃。影自分回復。さっさと死ね、ドラキュラ。めんどくさい。なんだトーラ。自分で回復したか。まあ、失敗しちゃった。クレオ自分、ピクル攻撃。いや、クレオ攻撃、ピクル回復。なんで死んだ？ヒックス自分で。いや、ヒックス攻撃。もう一回耐えるあの影かな。ヒックス回復。死んだ。なんで夫婦死んだ。前回回復した。その剣は、私は夜の紋章の生まれ変わり。夜のしもべであるお前が私にかなうはずなどなかろう。己、私は500年ももの間生きたのだぞ。それをこんなところで終わらせて。それで500年の間悪さをしてきたんだろう。今こそ俺の旅も終わる。家族と仲間を殺したお前に復讐するための旅だった。そいつに蹴りをつけてやる。覚悟しな。ダメだ、ピクル。仲間になったはずだ。ヒックス、テンガール、ありがとう、助けに来てくれたんだ。嬉しかったよ。いえ、でも僕は何にもしてないし、ネクロードもビクトールさんが倒しちゃったから、もう君って人は、いいんだよ。こういう時は、それに僕にとって君はヒーローなんだからね。ところで、その剣の名前。いや、これは、ごめん、勝手に君の名前を。本当よ、人の名前を勝手に使って。
ごめんよ。なんで謝るんだよ。え、これはこの先大変そうだね、ヒックス。タイに戻るぞぜ。俺の旅は終わったが、お前の旅はまだ終わっていない。歩きたくない。めんどくさい。何か隠し物とか。ああひどい。自分で足で帰るか。あ、また死んだこれ。トラまた死んでいる。影す弱いね。影捨てるか。本当に弱いね。特攻。何もない。宝とかない。ユーライさん、心を入れ替える。癖を変化。大学へ行きたかったら、心を入れ替えてもっと勉強しなさい。心を痛める。心配する。何もないね。帰るか。ダメだ。ユニコーンダメ。まあ、ユニコーンソースラーコンビダメだな。こっちか。よし、帰ろう。まあ、とりあえずこのやつらレベルアップしようか。そうだな、クレオ意外に強いね。一番強い多分タイニーとクレオかな。まあ、一番強いエルはクレオ。一番強いエムはタイニー。Sはどうかな。トラ外しすぎた。そうだな、クレオは一番、エル、タイニーは一番、S。一番 M、一番 S、誰かな。フリックかな。フリックは S。まあ、フリックレベルアップすると、どうかな。まあ、ピクルかなり強いね。トーレスかなり強い、でも外しすぎる、すぎる。なんでそんなに外す？ピクルと S は外すか。こっちか。わからん、迷子になった。こっち。いえいえ、戻っているね。コンビダメ。ハゲ。強いかな。心を痛める、心配する。彼女は子供の将来について心を痛めています。心を配る。注目するかな。注目できる。注目かな。あの店の店員は客によく心を配ります。心を砕く。頭を使えるかな。よく考える。必死に考えるかな。必死に考える。心を砕く。契約を成立させるために心を砕いています。心を組む、感じる。感じる。あのゾンビもいないね。
いや、仲間になれるかな、あのゾンビ。でも写真がない。多分ダメ。でも話しましょうか。あのやつの写真の謎謎も解いた。外しすぎるこの S たち。心を組む、感じる。彼の高独な心を組んで夕食に誘いました。心を鬼にする。心固まるかな。鬼になる。心を鬼になる、心を鬼にする。心を鬼にして、なんだ、鍛える、体を鍛える、我慢するじゃないね、耐える、自分の写真、心を鬼にして写真、社員に一時解雇を伝えました。心を奪われる。なんだ。注目、中毒するか。彼の話にすっかり心を奪われました。中毒になるかな。何言っているかな。よし、話しましょう、このゾンビ。お前仲間になれ。まだいるかな。ゾンビ消えた。クソ野郎。俺のゾンビ仲間欲しかった。心を打つ、心を打つ、なんだ、いや翻訳できない。何か気持ち上げる、いい気持ち上げる、いい気持ちにもらう。点がある。無事だったか。もちろんヒックスが助けに来てくれたんだから。隊員様、ありがとうございます。我ら戦士の村の一同は解放軍にあなたに従いましょう。我々の力が必要な時はいつでもお呼びください。ネコロードも倒した戦士の村の人たちも仲間になってくれた。そろそろ城へ戻っても良いのではありませんか、タイニーさん。タイニーやタイニー様、俺は長い間ネコロードを追って旅を続け、そしてついに復讐を遂げました。それを今は亡きふるさとに報告に行こうと思っています。必ずまた解放軍に戻ってきます。ですから今はしばらく解放軍を離れることをお許しください。困るな。どうしても一度だけ死んだ家族の墓に報告に行きたいんだ。困るな。頼むよ、タイニー。俺のわがままを聞いてくれ。困るな。困るな。そんなこと言ってると、夜中に勝手に逃げ出しちまうぞ。困るな。だだだだ。わかった。早く戻る。戻れよ。ビッグ通る。お前がいないのは、海洋軍にとって大きな痛手になるな。ああ、わかってるさ。俺様がいなくちゃ、解放軍も閉まらないからな。まあ、振り切るからお前らないかな。大丈夫よ。そのクマみたいな人の代わりに、私が解放軍で代わってやる。あ、これはクマか。待ってよ、テンガール。ダメよ、ヒックス。もう決めたんだから。
それに君も一緒に来るんだよ。僕も。当然でしょ。君が守ってくれなかったら誰が僕を守ってくれるんだよ。でも。行くがいい、ヒックス。お前は戦地の儀式は済ませたが、成人のための試練を受けていない。それに息止めても、我が娘は飛び出していってしまうだからだろう。テンガールを守ってくれるか、ヒックス。はい。よし、取った女。先に行くぜ。タイにすぐに戻る。それまで元気でいるんだぜ。それはクマか。クマ種類。パーツ抜けた。よし、取った。お前も来る。デブ。ヒックス、テンガールを頼むぞ。デブがほい。この頭悪い、ま、人たち。それにほい。勝利ほい。もう勝利だったかな。もう終わり。どこ行く？城か。城へ戻る。城か。まあ、とりあえずこれを使うか。捨てたいだけど。まあまあ。あのマークスのやつ。マッシュ。いや、最初に寝るか。最初は寝る。残りの仲間。まあ、どうでもいい。このゲーム終わりたいです。終わりたいね。仲間どうでもいいかな。うんかい。マッシュ。竜と騎士団を仲間に引き入れれば大きな戦力となりましょう。よりだ、次はどうすんだい。態度の我々の勢力、日増しに大きくなっていますぞ。竜と騎士団、ヨシア、まあ、